沼津市議会は沼津市の議決機関である。2019年5月8日、現在沼津市議会定例会規則により、定例会は2月、6月、9月、11月の年4回、開くことが定められている。常任委員会本会議のもと審査機関として、常任委員会が設置されている。市議会の全議員は、以下の1から4のいずれか1つ、並びに5、 6のいずれか一つに所属する。総務委員会文教産業委員会、民生病院委員会建設水道委員会、一般会計予算決算委員会特別会計、企業会計予算決算委員会特別、委員会特別の問題について、審査や調査、研究を行うため、必要に応じて本会議の議決で設置される。2019年2月14日、 現在、設置されているのは、以下の二つである。議会運営委員会議会のスムーズな運営のため、議会の規則議会の規則や運営に関する話し合いを、行う。括弧内の数字は、定数、市議会の構成、沼津市。2019年2月14日閲覧。静岡立憲民主党。2019年2月14日閲覧。議員、主張の会員。 サポーターなど人物紹介分類緑の塔、2019年2月14日閲覧。会派別、沼津市、2019年2月14日閲覧。ありがとうございます。